おはようございます。おはようございます。6時過ぎたところでね、速報です。ね、速報。ね、トレードです。はい。はい。ね、巨人ウォーカー選手。はい。はい、ソフトバンクの高橋礼投手。はい。泉投手。はい、この2人と1対2のトレード。まあね、日本シリーズが終わったばっかりでまだ終わって数時間しか経ってないけども、もうトレード発表になったということでね。まあウォーカーの方、ウォーカーは巨人がね、原監督時代に、DHDH って言ってたのは、やっぱウォーカーはアメリカでずっと DH で出てた選手なんだよね。ね、守備の機会がなかったっていうね。まあそう、で DH を見越してウォーカーを取ってて、まあそれで慌ててね、導入されないから、まあ守備練習を始めたんだけども、打つ能力としたらさ、やっぱすごい、やっぱこう速いボールにも強いし、まあ変化球にも拾えて打つことができるし、だから非常に対応力がやっぱあるんだよね。まあそれと足ももうそこそこ一生懸命走るし、走り出したら速いしね。だからそういう意味ではね、攻撃面に関してはもう全くこうプラスになるという。すごくプラスになるという選手でね、だからまあパ・リーグ向きだなとは思ってたけども、やっぱりこう目をつけたね、ウォーカーにね。来日1年目はね、124試合に出場して2割7分1厘、23本塁打で、今シーズンはねちょっと出場機会が減って17試合ということだったんですけれども、ポランコがやっぱり20本以上ね、ジャイアンツ時代、昨年か打ってロッテに行ったわけだけども、まあホームランも取ってるからね。だからウォーカーポランコっていうのはホームランを争いをし始めるかもわかんない、来年からパ・リーグで。いやだからすごく俺はウォーカーって人間的にもいい選手だしね、明るくてね、ムードメーカーでもあるし、だからすごくソフトバンクでも可愛がられるかなっていうふうに思うからね。だから期待はすごくしてます。ね、はい。ね、そしてでソフトバンクの方からね、高橋で安倍晋之助監督、まあ晋之助がね、YouTube に出てもらった時に、まあよく聞くのが。早かったとか、なんか早かった選手誰だとか、ピッチャー当たったピッチャー、いろんな聞いたけども、高橋礼っていうのが日本シリーズで当たった時にめちゃくちゃ早かったっていうんだよね。だからやっぱそういう印象が残ってんだろうね。でもそういうのって結構大事。いや大事。まあ自分が対戦して、でそういうことをもう一回再現させたいっていうふうに思ってるのかなっていうふうには感じるんだよね。いやだからすごくいいトレードだなと。またね、今年特に感じたのは、変則のピッチャーがすごく活躍したなっていう印象があるんだよね。で、まあ、巨人で言えば船場様とか、すごく使い勝手のいい中継ぎだったし、まあ、ボールに力もあるしね。で高橋礼っていうのは先発もできればやっぱ中継ぎでもできるっていうふうに考えてると思うんだよ、使い方とすればね。で1人2人変則がいることによってやっぱり1人1冊でいけるというかさ、まあ言えば岡田監督みたいに右左でポンポン変えていけるとか、変則を持って変えていけるとか、まあそういう、まあ、狙いがあるのかなというね、まあ、そんな感じがあるし。新人もね獲得してるしね。いやそれから何をしてんのかなっていうふうにこっちが気をもうぐらいで、いや力はもともとあるんだよね。だからなんで出番がなかったのかっていうのがちょっとわからないぐらいね。ただ環境を変えるとさ、まあ、例えばその阪神で大竹が活躍したように、いや力があるピッチャーだから、すごい期待はしてるよね。ね、やっぱリーグも変わるしね、そこでもだいぶ違いますかね。全然違うよね。まあそれと泉圭介投手ね。非常にね身長が高くて上から投げ下ろすんで、188センチありますね。角度を感じるピッチャーだと思うんだよね。それにプラスやっぱ力があるというね。まあ言えば気持ちの一発になってんじゃないかなっていうような気もするんだよ。なるほど。というのはクライマックスシリーズで、まあちょっと打たれてなんか責任を自分一人でかぶったような、まあ、責任感のある選手だとは思うんだけどもさ、だからそれがなんかこう足かせになって自分の力を出し切れないような、自分で追い込んでしまってるような感じもするんだよね。そういう場合だとチームが変わるっていうのはすごくプラスに働くことも、まあそりゃそうだね、環境が変わるということね、まあこれはすごく大事なことだし、いや力あるピッチャーだし素質豊かなピッチャーだからさ、このまま埋もれるのはやっぱこう小久保監督もかわいそうだっていうふうに思ってのやっぱトレードだと思う。まだ26歳ね。だから環境が変わると絶対できると思うし、やっぱ安倍監督になってやっぱり実際自分がベンチでね原監督の隣にいてやっぱりリリーフ陣の手薄さ、そういうものを感じたし感じてたと思うしね、だからもう急務にやったという、いやそれでウォーカー1人でこの2人を取れたっていうのはやっぱすごく大きなことだよね。まあやっぱり同じ巨人で飯を食った仲間同士ちょっと助けてくださいよみたいな、監督同士がやっぱりこうなんていうの、やっぱ昔のよしみっていうのは必ずあると思うしね、だからそういう意味ではやりやすかったのかなっていうの、まあ水面下でずっと日本シリーズ中動いてたんだろうね。いや本当そうでしょうね、もう日本シリーズ終わった途端にこの発表だったんで、いやもうね終わるのもう待ってたみたいな、もうそれもアメリカ時間で発表してきたみたいなまあそんな朝起きてびっくりしたけどさねえ、大きなねトレードが、まあそうだね、まあこれからなんていうのどんどんまあ行われるかなっていうふうに想像はしてるんだよね。どう思います？こんな感じでこれなんか第1弾みたいな感じで、まあ例えばシリーズ終わったから、まあ例えばね、やっぱこう同じ釜の飯を食った仲間同士で、やっぱこういいトレードができたらっていうふうには考えてると思うんだよね。だからまあ第1弾、まあ巨人のユニフォームを着たことのある小久保、まあしんのすけとトレードが成立したよね。で PL で松井稼頭央、今江、立浪監督っているじゃない。だからそういう意味ではそこら辺で動く可能性もあるし。いやそこら辺よく考えるとね。いやだからだからなんていうのかな、まあそういうトレードっていうのはまあお互いを助けるために、あるかもわからないね。まあやっぱり言いやすいと思うんだよね。腹を割りやすいというかさ、なんかこう駆け引きしていやこういうちょっと故障隠しておくよっていうことも全然そういうこともないだろうしね。だからまあこれからもちょっと動く可能性もあるね。まあ合同トライアウトが15日にあったりとかして、それをやっぱりスカウト陣、球団関係者やっぱ相当見るだろうし、今年は結構な選手がクビになってるんでね、戦力が受けてるんで、だからそういう意味ではそこを終わってから動き出す球団もあるだろう。もうそのねトライアウトのこの選手って思ってる球団ももしかしたらあるのかなっていうところですよね。まあそうだね、だからまあトレードっていうのはさやっぱこうねもうないかな、出されるとか、いやだからその球団を出されるとかね、なんかこう昔は暗いイメージがあったんだよ。ああそういうことですね。なんか飛ばされるとか。今そんなことないよね。今そんなことないよね。もうできればトレードしてくれみたいな。まあ高橋蓮も泉も多分使われないんだったらもうしてくれみたいな。ウォーカーだっていや俺ジャイアンツだってまあしんのすけの野球っておそらく守備を固める、まずは。もうそういうタイプの監督だと思うんだよね、だからまずは打てる人を出して守備固めじゃなくてやっぱ守れる陣形を作ってから戦おうっていう風な、まあそういうことなんでウォーカーがいらなくなったという、まあウォーカーがいらなくなったとは言わないけど、まあそれとウォーカーの人柄だよ。やっぱり働き場所をね見つけてやらないとかわいそうだっていうさ、守備がねやっぱこう苦手なんで、まあそういうとこからの話だとは思うけども、まあこれからもっと動きそうだね。ねえ、でもウォーカー選手なんて守備があっても1年目の成績って考えると、パ・リーグに行ってもし指名打者とかで、いやもうね絶対指名打者でしか使わないってなるとね、またこれ楽しみですね。いや打つだけのことを考えるとね、で代打でもね印象残ってるのは代打でいきなり初球ホームランとか、そういうのものすごい印象に残ってるし、だから DH に向いてないことは絶対なくてね、だから来年はポラ蘭子とウォーカーがホームラン王争いしてたらすごい面白いなと思ってそれを巨人の人はどうなんでね見るんでしょう、ね、いやでも巨人の方は、うん、ウォーカーがそうやって日本で働き場所を見つけてね、うん、活躍してくれるっていうのは望んでの、トレードだから、うん、それはもう全然いいと思うよ。ねえ、うん、まあ巨人も余裕はないとは思うけども、やっぱその一個人の選手のね、うん、能力だとか適性を見てア・リーグに出したということだし、朝一番で豊さんね、まあそうだね、そうだな、うん、高橋礼はもう安倍晋之助が一番早いんじゃないかって思うぐらいやっぱ復活してほしいよねね、うん、まあ期待してます。はい、ね、はい、頑張ってください。はい。